アディダス X クレイジーファストポイント1レースレースモデルを履いてみたいと思います。今現在カラーが何色か販売されていて2万9700円で販売されています。急激な方向転換や俊敏なステップワークに必要な驚異のアジリティをもたらすスピードに特化した X クレイジーファストの FG レースレースモデルのバイクです。半透明のエアロペシティスピードスキンアッパー採用、シングルレイヤーのモノメッシュを2層の TPU フィルムで覆うことで素足感覚とスパイクの軽量性が向上。適応力に優れたアディダスのプライムニットの履き口と圧縮したシューレースレースの前足部が第二の肌のようなフィット感をもたらし、足元をしっかり固定する。軽量化とフィット感を両立させるためのカッティングを施したダイニング素材エアロデージが理想的な安定性を高め、バイオベースのポリアミドでできた高反発の軽量素材で軽量化と前足部の屈曲性を実現することで、プレイヤーの爆発的な推進力と加速度をサポートするエアロプレート、さらにスピードフレームが安定感を高めてくれます。前作の X シリーズの X スピードポータルプラスまではレースレースモデルがプラスという位置づけ名前でしたが、本作のクレイジーファストからはレースレースモデルがポイント1レースレスという名前になって、このさらに上位モデルの X クレイジーファストプラスというものがあります。前作の X スピードポータルプラスからいくつか変更されていて、アッパー素材、プライムニット部分の形状、ヒール、かかと部分の素材、またスピードフレームも初期の X スピードポータルプラスのものから変更されています。個人的に一番大きいかなと思ったのがアッパー素材の変更で、 X スピードポータルプラスのアッパー素材は若干固めだったのに対して、 X クレイジーファストのアッパー素材はかなり薄く、かなり柔らかくなって柔軟性があるような感じがします。